はい、おはよう。雨なんで駐車場行きます。準備ですか？はい、じゃあ行きましょう。頑張っててくださいね。はい、雨のためにこちらでお散歩させていただきます。お邪魔します。よろしくお願いします。雨がそんなでもないんでね、こっちの奈良ポートの中まで来ました。ポテリコ号がいます。ここで作ってくれるんだよね、待ってるとね。本日の営業が終了しましたって。あ、みんな向こう帰ろう。じゃーん、リュックには iPad が入ってます。今から、大和の営業所に寄ってから、皮膚科に行ってみようかなと思います。和子さんが入院する前にね、皮膚科よ行って当分薬もらっとこうかな、夏の間の薬もらっとこうかなと思ってます。匂いがすごいです。磯の香りとヘドロの香りと。水少ないんだね。はい、というわけで船橋の駅の方まで行ってまいります。 iPad なんですが、最初は下取りに出す予定だったんですけれども、メルカリで試しに出してみました、昨日の夜。そうしましたら下取りよりも約2万円高く売れました。値引きしてくれっていうのもね、上げてすぐ数十秒で値引き交渉あったんですけど、それはちょっと無視しました。はい、4万8000円で売れました。手数料と送料を引いても4万3000円ぐらいになりそうなんで、2万9000円の下取りよりは高く売れたんじゃないかなと思います。ちょうど段ボールもこの間送られてきたのが、新しい iPad 送られてきた段ボールありましたし、箱も取ってありましたんで、はい、いい状態で販売することができました。雨がパラパラですね。このくらいなら自転車で来てもよかったかな。とりあえずは歩いて行っていきたいと思います。雨で雲多い車が多いです。今日は確か千葉県民の日なんですよね。お医者さん終わりまして帰ってきました。1時間ほどは待たなかったのかな。6月いっぱいで期限切れになっちゃうポポの24時間使い放題を入れてったんで、Mac でいろいろ見たりしてました。ちょっとこれからいろいろ勉強して、ブログが使えるホームページとかをね、企業というわけじゃないんですけれども、少しそれを、それの管理をやって、お仕事行かないで済むようになんとかしたいなと思ってます。まだ絵に描いた餅ですが、そういう方向で今後は続けていきたいなと思ってます。ほぼ雨止んだ感じですね。傘を外すとちょっと頭皮に数滴当たる感じありますけれども、大丈夫でしょう。ここはどうなんだろう、解体なのかな。解体するのはさそうだね。このまんま建物を使って他の業者さんが入るのかなと思います。船茶屋11時半だからもうやってんのかな。あんみつ食べたいな。今日は船に帰りたいと思います。
日帰ったらミミちゃん連れて姉貴のとこまで行きます。新しいビジネスチャンスが生まれるかどうかちょっと期待してます。ローソン来ました。なんか和子さんが鬼滅のキャンペーンが始まったってことで来てます。あったのかな。みゆちゃんはもう気が気じゃありません。待ってよね。できました。サントリーマームでコアラのマーク、コアラのマークそれなんかついてるね。クランキー3つ買うと、うん、ノートが1冊、うん、はい、よかったですね、はい、で人目もはばかって一応天元様のチロルチョコ2個は見つけられました、はい、みんなチョコだからミミさん食べれません。あ、大変。あ、雨なんでララポートの駐車場にお散歩に来たら大渋滞で帰れません。県民の日ってことでね、すごい来てますよ。トンネルの中で止まっちゃってます。動いたね。でもなんで左折が行かないんだろう。大丈夫、坂道発進はできるから。